ファンが気になる10の質問。よろしくお願いします。お願いします。さあ、事前にですね、ファンの皆さんから雨のパレードに聞きたいことを集めさせてもらいました。はい、はい、ありがとうございます。嬉しい。その中からね、10個の質問に5秒で、5秒でまずは答えていただきたいと思います。苦手なんですよね。苦手なんですよね。ポンと返してね、ポンって出すのが。それではいきます。生き様がおしゃれだなと思う人は誰ですか？松本太陽さん。皆さんはライブ中以外で何と声をかけてもらえたら嬉しく思いますか？聞いてます。ああ、なるほどね。衣装のこだわりを教えてください。はい、シルエットです。弱点は何ですか？そうですね、お酒ですかね。ペーパードライバーの私にぜひアドバイスをお願いします。私もノー免許です。最近の名古屋での思い出は何ですか？先輩バンドに、対バンで呼ばれた時の打ち上げですね。おしゃれで居続ける秘訣は何ですか？自分に正直に。音楽以外で絶対に自分は曲げられないものを教えてください。食。初恋の相手はどんな人でしたか？小学校時代のサバサバした子です。ライブの失敗エピソードは何ですか？まあ、歌詞を飛ばしたりしたことありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、割と面白い質問をね、ファンの皆さん、うん、そうですね、出してくれてるね。はい、確かに。そうですね。うん、まさか浩介さんに行くなんてっていう質問が来る。結構来ました、ね。2、3個行きました。誰に行くのかっていうのがランダムでね。浩介さんの初恋の話だな。じゃあ少し振り返っていきましょう、はい、まずは生き様がおしゃれだなと思う人。はいはい、僕は松本太陽さんと答えましたね、はい、うん、僕漫画が大好きで、はい、まあ、特に松本太陽さんの漫画すごい大好きで、なんか描かれる漫画、なんかその方の人生が出てるというか、うんうん、なんか言葉にできないような感情を表現するのがすごい得意だなと思って。なるほど。うまいなと思って、そういう気持ちはお伝えしたことはあるんですか？いやいや、お会いしたことはもうないんですけど、うん、まあ、なんかでもライブペイントのイベントが、うん、去年か今年あって、それに僕個人的に行かさせてもらって。松本さん、そう言っておりますよ。見てもらえるといいよね。いや、見てないでしょうね。わかんないよ。見てるかもしれないよ。ライブ中以外で何と声をかけてもらえたら嬉しく思いますか、はい、という質問で、聞いてます、聞いてます、 音源聞いてますって言われたら一番嬉しいですね。それが一番嬉しい。街中で声とかかけられるんですか？私あんまりないんですよ。あ、そうなんだ。スターとかにかかれるんですけど、 あんまりこう声かけられたことないです。なるほど。声かけられたい方ですか、かけられたくない？あ、それぞれどうです？まあ時と場合ですよね。どういうこと？まあでも基本声かけてもらった方が嬉しい。嬉しい、はい、うん、そうですね。なるほど。でも声かけてくれないと、なんか際どいことしてる時にもしファンがいたらみたいな。際どいことって何？そっちの方が気になるんだけど。衣装のこだわりを教えてくださいという質問に対しては、シルエットと、はい、はい、僕はそうですね、まあ、特に結構ステージとかってこう照明が後ろから焚かれた時とかってこうやっぱその人のこうシルエットがバンってこう出てくるじゃないですか、うん、まあ、そういう時にこう衣装のこうシルエットだったりこう動きだったりとか、うん、まあ、あのスタイリストさんにいろいろお願いしてはいるんですけれども、なんで、はい、何、例えばどこの部分をスタイリストさんに言うんですか？そうですね、僕はまあ見繕ってもらってます。ここはあんま掘らない方がいい。そうだね。そして音楽以外で絶対に自分を曲げられないものを教えてくださいということで、はい、食。食。あ、そうなんですよ、うん、いや、曲げられ、なんかかっこいいこと言おうと思ったんですけど、食べることがやっぱみんな好きじゃないですか。そうだね。心理ですね。そうだね。好き嫌いが多くて、あー、食べ物だから、ね、苦手なものは食べないとか。何食べれないんでしょうか。なんかすごい形の貝とか。すごい形の貝。あとなんかカメムシの味の、パクチー。パクチー。カメムシは食べないから。ミクルさん好きな食べ物なんですか。いや、
もう、なんだろう、カレー、あー、おー、カレー好き、スパイスカレー、スパイシーなやつ、おお、スパイスカレー作ってるんですよ、あ、日頃、意外な、日頃作ってるの俺も結構作るのよ、辛め、あ、本当ですか、うん、あの、しゃびしゃびの、しゃびしゃび、ドロッとしてない、あー、スープに近い感じのやつを僕は作る、なるほど、エクスチェンジカレー、これじゃ、あ、いいですね、カレー、合盛りで、合盛り、はい、あ、いいですね。いいですね。弱点は何ですか？なるほど、これ触れちゃうんですね。そうそう、ね、一回戻ったからね。お酒に戻ってきました。戻るんですね。はい、まあ、お酒ちょっと弱いんで、そう、弱いんですけど、やっぱみんなのいる場が楽しくなっちゃって、結構飲んじゃうんですよね。ですね。どうなるの、そうすると。まあ、そうなるとすごいハッピーな人になるんで、そういう時にファンの子とかが、あの、声かけずにいると気まずい。さっき言ってたのに、あらかじめ声をかけてくれてると大丈夫だった。大丈夫ですか？その記憶がないけどこんなことしちゃったみたいな。いやー、大丈夫ですか？あるんですよ。あるんです。ほんまにね、そう、最近記憶が飛ぶようになっちゃって、リアルな弱点ですね。リアルな。そして初恋の相手はどんな人でしたか？なるほど、気になりますよね。これ誰への質問でしたっけ？私です。なるほど、朝日くんの。はい、そうです。小学校時代のサバサバした子。そうですね、なんか初恋って言われて最初に思い出したのがその小学校時代だったんですけど、何年生ですか？5年生ぐらいだったと思います。じゃあ5年生まで逆にその好きになったことなかった？確かに。ああ、そう言われるとそうかもしれないですね。その子になんかバッ、あの、お前告れみたいな感じで友達に、おー、小5で、そう、あー、で、なるほどね。で、ちょっと茶化した感じでちょっと告白しに行ったんですけど、小学校の時ちょっと太ってて、え、小助さん、そう、ちょっとね、うん、で、あの、その時にその子に言われたのがデブは無理って。今ならいけるかもしれない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 。ロンゲは無理とか言われる。デブは無理。お二人はどうですか、初恋、初恋ですか、に関しては。初恋ね、私は幼稚園の頃ですね。幼稚園、幼稚園、覚えてる？そう、覚えてる覚えてる。アリサちゃんって子だった。おー、言っちゃった。そう、アリサちゃん、アリサちゃんって子だった。立っておしっこをするのが苦手だったんですけど。ほう。その、何の話だ。立っておしっこをするのが苦手だった。そう、あの、立ちションの便器あるじゃないですか。ああ、男子はね。そう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 。で、幼稚園で初めて見て、それのやり方僕知らなかったんで、あの、ズボン、家じゃないの。そうそう、でズボン全部脱いでやってたんですけど、みんな社会の窓からしてたわけです。そのやり方がいまいち分かってなかったんで、そのズボン脱いでするのは少し恥ずかしいなって思ってて、割と我慢して漏らしちゃうタイプだったんですよね。そんな僕も優しく包んでくれたアリサちゃん。包んだんだ。どう優しく包んだ。大丈夫だよって言ってくれるアリサちゃん。そう、漏らしちゃってショック受けてても大丈夫だよって。そうそうそう。ちょっと小学校のタイミングでね、熊本に引っ越しちゃったんで。はい。切な。なるほどね。熊本のアリサちゃん。伝わってるかな。見てますか。そして大沢さんは。私は小学校1年生の時に高弘くんが好きでした。高弘くんっていう、あの、やっぱ周りの男の子ってすごいこううるさいテンション高めの子たちが多かったんですけど、うんうん、その中でちょっと結構こうシュッとしてて、うん、静かめな子でめっちゃかっこよかった。へー。伝えたんですか、その気持ちは。伝えられずに私が引っ越しました。そう、そう、やっぱそれでこう離れ離れになっちゃう。そう、伝えとてみたいなところ。伝えとて。伝えたとてみたいなところ。分かんないよ。さあ、ありがとうございます。というわけでね、ファンの皆さんからのね、質問を答えていただきましたけども、YouTube 企画やってみていかがでしたでしょうか。いや、まあ楽しかったですね。そうですね。僕らも最近自分たちのバンドで YouTube チャンネルみたいなの作って、なるほど、密かにやっております。へえ。じゃあちょっとリンクとかね、ああ、貼り合ってお互い飛んでいったらいいじゃないですか。ぜひぜひ概要欄に、概要欄にね、貼ってありますので、ぜひチェックしてください。はい、よろしくお願いします。というわけで、ボンバイ YouTube チャンネルでは様々な企画を行っていきますので、ぜひチャンネル登録してやってください。お願いします。お願いします。というわけで、雨のパレードの皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。